おはようございます。今は7月の15日の午前10時なんですけど、今日はブレイズっていう金管50奏の本番があるので、その様子を1日撮影していきたいなと思ってます。で、トロンボーンの岩木さんが12時半に車で迎えに来てくれるそうなので、ちょっと準備していきたいなと思ってます。出てきます。
ペニスです、田村くんですって言って、もうすぐ、うん、言って、すぐ。なので本番前にこれを食べます。みんな苦笑いしてる見てやね、こんなんね。皆さんも思い思いのものを口にしております。開演15分前になりました。皆さん着替えを済ませて待機中です。ドレスお揃いにしました。お揃い。サービスショットありがとうございます。前半が終わりました。お客さんがいる演奏会はいいですねと思いましたよ、僕は。どうでしたか。いやいいですよね。あのお客さんいるとなんか嬉しいね。嬉しくてイヤイヤしてね、なんか張り紙あるから。あーそうだね、一軒していっぱいいるよね。そうそうそう、空いてるんだけど ね疲れた。怖い怖い怖い。前半で疲れていいんですか。やばいやばい、これからなんだけどね。これからはそっかり。やっぱり一番調子戻るのってリップスラーですか。そうですね、はい、これを吹くとね、締まるよね。あー、締まりますね。そうですね、ベニスが行く結構きついんですよ。ずっと一緒の吹いてるから。コロナの時にそれはありますね。後半はこんな衣装で行くみたいです。赤いハンカチを刺して。
番終わりました。疲れたー。終わった。イエーイ。岩城さんの話してるところちょっとヒヤヒヤしました。イエーイ。そう、今日ね、密着、一日密着みたいなやってるから。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、きつかったね、あれ。フェニスきつかったよ。はい、あ、MC すごく良かったです。ありがとうございます。そう、なんか今日はうまく喋れるな、みたいな自分でも思って。ありがとうございました。125分終わった。やっと終わりましたよ。ありがとうございます。お疲れ様です。じゃあ、待ってくださいね。はい、まあ、打ち上がるものはないんで、今から買いに行かないと。また8月の、はい、ありがとうございます。さよなら。